ボブの方でもゴム1本で1分でこの仕上がりになります。はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はなんと初のコラボ企画で郡司さんのスタジオに来させていただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということでちょっと簡単に自己紹介をお願いします。はい、ありがとうございます。知らない方の方が多いと思うんですが、もちろん郡司彩奈綺麗になるっていうチャンネルっていうチャンネルをやっておりまして、綺麗になれるためにいろんな情報を発信してるんですけど、主に今ヘアアレンジを発信していて、今日渡辺さんと動画を撮れるということでめちゃくちゃ楽しみにしておりました。いや、よろしくお願いします。ありがとうございます。知らない方は多分いないんじゃないですか、ね、多分もう関連で結構皆さん出てくるかなと思うんですけど。ああ、そうですね、確かに確かに、はい、で結構ヘアアレンジ結構僕も参考にさせてもらってるんですけど。いや、ありがとうございます。ちょっとやらしい話ですよ、はい、やらしい話、郡司さんが動画で出してるヘアアレンジの中で、はい、まあ、人気なものを今日は僕がちょっとパクらせてもらおうかなと皆さん思ってますお願いします。せっかくちょっとコラボということなので、まあ郡司さんの頭を使わせていただいて同じように作るけど、まあ若干やっぱこうやり方だったりとか、うん、まあポイントの出し方だったりとか、まあちょっと多分違う目線でなるかなと思いますので、このヘアアレンジをやってみたい方ぜひね参考になさってみてください。それでは動画をどうぞ。はい、ということでまずねアイテム紹介からやっていきます。まずブラシ、ワックスとくるりのヘアトリートメント、 PU バンドですね、ゴム1本を使ってやっていきます。早速やっていきます。まずブラッシングやっていきます。毛先の方から優しく溶かしていって表面の方に向かって溶いていきます。まあ、これをすることによってね髪の毛がねほつれだったりとかが綺麗になってアレンジがまとまりやすいので一番最初にやっていきます。じゃあ次にワックスを取ってヘアトリートメントを混ぜていきます。こうすることによってね髪の毛の補修もされつつ潤いも出てくれるので、2つ同じぐらいのね分量で混ぜてしっかりとなじませてから毛先の方からつけていきます。でこの時にね多分ね皆さん大体表面結構つけがちなんですけど、多分ね中側も結構重要になってくるので開けて中の部分もしっかりとつけるようにしてください。表面のこの毛羽立ちみたいなのはこうベタッとつけるっていうよりはちょっと優しくね撫でるようにつけてあげるとそんなにねベタつかず綺麗に収まってくれます。で特に顔周りこの辺の部分ねあんまりベタっとつけたらちょっとねなんか頭を洗ってないかのようにこう見えがちっていう風にね思う方もいらっしゃるんですけど、遅れ毛下ろす方だったりとかはこの辺しっかりとつけてる方がアレンジあった時にちょっとこなれ感が出ます。なのでできればここはちょっとしっかりめにつけるといいと思いますので、ここもねこうめくりながらしっかりとつけていってください。で髪の毛を全体的にまとめていきます。後ろでしっかりとね手ぐしで溶かしながら後ろにまとめていく。まとめる位置はちょっと下のあたりですよね、耳よりも気持ち下ぐらいのあたりでまとめてゴムで結んでいきます。で大体まあ2周ぐらい結んで毛先をこんな感じでお団子みたいな感じでまとめます。じゃあ次にちょっと空洞を作っていくんですけど、このね真ん中で空洞を作っちゃったりとかすると結構ね分け目がパッカリと分かりやすい方もいらっしゃると思うので、少しね真ん中よりもちょっとだけ斜めの位置で少しだけ空洞を開けます。でこの時に空洞も開けすぎないのがポイントです。開けすぎちゃうと横がね結構ブヨブヨに広がったりとか形が悪くするので、指一本だいたい入るかなぐらいの感じで入れます。でこのまま空洞を開けたらゴムの部分をくるりんぱ中にね入れていきます。で下まで貫通させないで真ん中あたりで止めるようなイメージで置いておきます。このくるりんぱのこの、ね、中にねゴムの部分と毛先の部分を入れ込みました。分けた部分のこの髪の毛の中に毛先だったりとかをこう入れ込むような感じで隠していきます。ここってやっぱ穴が開きやすいのでこの周りの部分を少しほぐしていきます。でほぐす時もちょっとねここを押さえながらゴムの部分を押さえながら空洞を隠すように広げていきます。で少し隠れてきたら全体的にちょっとね動きがあった方がおしゃれにね可愛くなりますので、少しずつ真ん中の部分だったりとかをほぐしていきます。で感覚的にねだいたい指2本分ぐらいの間隔を空けながらちょっとずつ出していくとこうね立体感が出て凹凸が出るのでよりおしゃれに見えます。
表面がねこんな感じでほぐれたら、このくるりんぱをした部分をほぐしていきます。でこの時もしっかりとね押さえながら少しずつ出していきます。この出す時に結構硬い髪の毛とかあるので、硬い髪の毛を強引にねこう引っ張っちゃうと崩れやすいので、触ってあこれ引き出せそうだなっていうところだけを引き出すようにしてください。はい、こんな感じで完成しました。はい、ということで皆さん完成しました。はい、いかがでしたか。いや、めちゃくちゃ綺麗にやっていただいて本当にびっくりしました。いや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 、もう多分僕的にはあんまり変わらないかなと思うんですけど、知ってました、皆さん、郡司さんって美容師さんじゃないんですよ。はい、私は美容師じゃないです。僕もちょっとね焦ったんですけどまあなんか今日の仕上がりはね、まあいつもとはちょっと違う、でもやり方を結構近しい部分があったのかな。はい、やり方はね同じでしたね。ですよね、はい、なのでまあポイントとしては、くるりんぱする時の、こう空洞を上げる時はちょっとね斜めから取ると、まあ、そうすることによってね割れが少なくなるっていう感じですね、はい、その空洞を開けた時もあまり広げすぎないと。で広げるとね横がこうブヨブヨになってね、はい、もう前から見た時のバランスがちょっとね悪くなってしまうので、最小限で開けてくるりんぱをするっていう形でやればおしゃれなヘアアレンジが完成しますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。郡司さんのチャンネルの方でも僕ちょっと出演させていただいて、またねヘアアレンジだったりとかをねこうちょっとやっていきたいと思いますので、概要欄にURL 貼ってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、で今日もね最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね綺麗で可愛くなれるようなねヘアアレンジの動画だったりとか情報を発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。郡司さん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバーイ。